夢見月に咲くやっていきます。どういったゲームかはもう全く知りません。やっていきましょう。幼い頃の記憶。いやフルボイスやんけ。おい、夜に鳴く虫の声、月明かり、そして満天の星空。なんかめちゃくちゃいい声。私はその光景を、はい、一度も忘れたことはなかった。へえ、そんな衝撃的な光景やったんや。やっと日本に着いた。アメリアちゃん。お、いきなりヒロインが出てくる系のゲームか、これ。私の名前はアメリアです。うん、スコットランド生まれの16歳。なるほど、外国人の方な。16歳のアメリア・ルイスちゃん。めちゃくちゃなんかすごい金髪壁眼で、なんかええやん、ゆるゆるの年の京子みたいな顔してな。好みやで俺。はいはいはい。なるほど、メイドの養成学校、日本で実習。え、じゃ何、こいつ俺の家来んの。うん、日本にいる私の王子様を探すことなの。お前ちょっと亡命しようとしてへんか。お前大丈夫か。幼い頃いる間に探し出さない。なるほど、幼馴染がおんのか。幼馴染みたいな子がおるってこと、日本に。それはじゃあ探さなあかんやな。ここがご主人様の家でいいのかな。あの青天井やねんけど。基礎研修は無事終了して、半年間日本のご主人様のもとで実習することになったんだけど。なるほど。ここ、うん、普通のマンションの一室よね。うん、ベランダに出てません。チャイムはこれね。はい。うわ、来た。でもなんかちょっとこれドキドキするな。めちゃくちゃドキドキする。どんな子なんやろ。可愛い子かな。あんまり可愛くないからみたいな、待ってる感じの。はい。こんにちは。この度実習でお世話になるアメリア・ルイスです。はい。あー、アメリアさんね。あの、ドアちょっと開けるから、待てて。ちょ、ここ、待てて。ガチャ。こんにちは。どうぞ中に入って。はい。失礼します。すげー。何がすごいって、この主人公、何のリアクションせえへんねや。アメリア・ルイスちゃんがこんな美少女ってことに。アメリアが案内された家は、1K8 畳のワンルームマンション。なるほど。まあ、都内やと、まあ、あれやな。家賃7万ぐらいの。綺麗に片付けられてはいるが、うわ、失礼な女や。まあでもそうやろ、イングランドとかから来たらもうあっちなんてもう、ね、家めちゃくちゃ広いからな。日本のこういう 1K の家なんか見たらもう豚小屋に見えんねやろな。あ、いえ、なんでもないです。このデリカシーのない女が。はい、そうですけど。そうだけど、やっぱり大きなお屋敷じゃなくてがっかりした。いえ、綺麗に整頓されていて立派なお家だと思います。そうか。まさかわざわざ日本に来てこんな狭いところで過ごすことになるなんて、うん、ついてないわ。あ、でもなんかちょっとそのなんとなく片言感が出てるっていいですね、この声優さんの演技。今すぐイングランドに帰るわけにはいかないし。うん、アメリア、半年間の辛抱よ。なんかその我慢してまで働いてほしくないけどな。半年間の我慢を決意したアメリアはふと目線を横に外すと、棚の上に置いてあった大きな自転車の、模型に手が止まった。これ清水自動車のハリスですね。すげえ詳しいやん。しかもモデルチェンジ前の。めっちゃ詳しいやんこいつ。そうそう、車は結構詳しいんだよね。実は私のパパルイスモーターの社長なんです。社長令嬢やった。めちゃくちゃすごいやつやった。はい、そうなんです。ルイスモーターの社長の娘。ご存知じゃないですか。ヨーロッパで一番大きな自動車メーカーなんですよ。え、いや、名前ぐらいは知ってるよ。うん。この人絶対知らないわね。やべ、知ったかがバレた。アメリア疑いの目を向けてくる。まあいいです。それよりも自己紹介がまだでしたね。うん。私はアメリア・ルイスって言います。アメリア・ルイスちゃんね。スコットランド出身の16歳です。気軽にメルって呼んでください。なんか掴みどころないな。メールね、わかったよ。僕は、川杉浩一。呼び方は、何でもいい。なんか、あれや、主人公がすごい、なんか、スンってしてんねんな。わかりました。では、教科書通り、ご主人様とお呼びします、ね。ご主人様呼ばわりか。いや、なんか悪くないな。よろしくお願いします。16点。こうして元気だけが取り柄の金髪メイドと、低血だけで寡黙なご主人様との半年間の同棲生活が幕を開けた。こんな何も起きないわけがなくない。3月上旬。さて、まずは何をしようかな。よし、じゃあまずはご奉仕だ。いや、もうしょっぱなみたいな。
え、何これ、セーブか僕は一応。じゃあこれ俺が視点なん、このメイスちゃんは俺の視点ってことなんかな。じゃあまずは質問いくか。何か私にできることはございますか。そうだね、じゃあ話し相手になってもらおうかな。話し相手、話し相手、そうだね。メルはなんでメイドになろうと思ったの。それはパパが一人で何でもできるようにならないとダメだって言って、うん、私を無理やり。なるほどなるほど、まあだから女はいい旦那を捕まえてもう養ってもらえっていう、そういうクソみたいな考えではなく、しっかりとやっぱ女性自身一人でね、一人立ちできるように、結婚とかせんでも一人で暮らしていけるようになれと。お父さんやん。やっぱ実業家ってやっぱあれやな、そういうなんか女にもそういうの求めてくるよな。私は普通に大学に行こうかなと思ってたのに。そうなんだ、反抗しなかったの。私もいろいろ考えたんですけど、うん、今まで遊んでこられたのもパパのおかげだし、まあいいかなって。なんかこいつの言うパパってどういう意味のパパなんやろってちょっと感動ちゃうんだけど。王子様を落とすテクニックも学ばないといけないし。何、王子様、その王子様って誰なん。ん、なんで。いえ、なんでもないです。うわー、でもちょっとこのもうこの服装がお前なんかね、露出が多いわ。落ちちゃいそう、すでに俺。メルちゃんに。もうなんでお前初日でお前俺の私服着てんねん、おい。カラシャツみたいにして。もう遅いし、今日は寝ましょうか。ちょっと距離感がおかしない、こいつら。こんな狭い家にいきなり来て、お前二人で寝ます、みたいな。そのシャツ俺のやし、絶対。そうだね。じゃあメルはこっちのベッド寝てくれる？僕は布団を敷いて寝るからさ。ご主人様が床で寝るんですか？え？ダメですよ。ご主人様がベッドで寝てください。え、どういうこと。でも負担でなんてなことなんてないでしょ。そうですけど、まあイングランドのね、可愛いお嬢さんやから。じゃあ一緒にベッドで。一緒のベッドで寝るのは嫌です、おやすみなさい。うわー、なるほど、そういうタイプね。メルはそそくさとベッドの中に入った。まあでも16ってもうこんな感じなんかな。なんかちょっと子供っぽいよな、この子。とりあえずは無難。体は全然子供ちゃうのに。半年しかないんだから、早く探し出さないと。そうか、でもこいつの目的は俺じゃないもんな。なんかそれがちょっと引っかかるな。なんだこれ。今度はなになに、質問、料理、お掃除。え、料理してもらうか。じゃああれなんだ、あれなんかおかしくなっちゃった。あれおかしくなっちゃったぞ、おかしくなっちゃった。おかしなってもうた。ここに来るわけ。主人様、いけた、いけたいけたいけた、料理いけた。ご主人様、お腹空いていませんか。そろそろお昼ご飯にしませんか。昼飯か。まあじゃあ作ってもらおうかな。ご主人様、何か食べたいものはありますか。食べたいもの、あとご飯の量ですけど、どれくらい食べられそうです。あ、俺結構食うで、言っとくけど今日は結構食べれそう。じゃあハンバーグお願いしようかな。わかりました。ではご主人様はお腹を空かせて楽しみに待っててくださいね。なんかノリノリでやってくれね、何もかもね。ご主人様に全然いいとこ見せられてない。うん、頑張らないと。ちなみに俺はこの子雇うのに何ぼ払ってんのやろ。なんか前作のメイドのゲームではなんか1億払ってたけど。熱々のハンバーグです。お、ハンバーグ来た。あとデザートにプリンもご用意しました。すげえ、お前それちゃんとコンビニのプチンプリンをお前乗っけただけちゃうやろな。なかなかの出来ね。デザートも作っちゃったんだ。プリン作れるってなかなかの腕じゃない。でも普通にどうかしましたか。いや、女の子の手料理食べる機会なんてそんななかったから、ちょっとね。そうなんですか。ごめん、でも料理本当に美味しいよ、ありがとう。ご主人様、何考えてるのか全然わからないけど、悪い人ではない。まあもう俺が悪い人だったらすでにお前もあの襲われてるからな、言っとくけど。ん？休暇だ。なるほど、じゃあお休みなのか今日は。ご主人様、今日は休暇をいただきたいんですけど。パワプロのサクセスみたいになんかどんどん進んでいくな、このゲーム物語が。いいけど、どっか行くの？はい、ちょっと図書館です。あのあれだ、男探しに行くんだこいつ。わかった、気をつけてね。図書館。ここが図書館ね。お前帽子似合わなすぎやろ、脱いだ方がいいわそれ。メイドの学校に入ってからスマホは取り上げられたままだし、
家のパソコンはご主人様がずっと使ってるし、うん、図書館なら無料でインターネットが使えるらしいから調べるなら。うわあ、でも俺も大学の時になんか図書館のインターネットでなんかニコニコ動画の毎日ランキングとか見てた昔。自分が上げた動画今何位おるやろうみたいな。メルは図書館に置いてある PC を使って検索を始めた。まずは清水自動車と。清水自動車。世界最大手の自動車メーカーである。自動車って社長の名前は清水じゃなくて、なんでこれをでも調べんのやろ。息子の名前は調べたら出てくるかな。清水自動車の何息子。 あった。小川雄介ね。 SNS とかで検索すれば顔とか住所が出てくるかも。あ、これが何、この子の幼馴染の子。げ、今はこんなにチャラくなってるんだ。昔はすっごく優しそうな顔してたのに。うわ、何こいつ。なんかあれや、もうその、Facebook とかで昔の同級生調べて、すでに結婚してて鬱なるやつやん。でも、昔はあんなに優しくしてくれたんだし、実際に会ったらいい人なのかも。これでチャット。チャット送んの？お前、すごいな、こいつ。距離なしや、距離なし。お前のやつを距離なしって言うねん。人との距離感つかめないやつ。お出かけ。テンポが良すぎるぞこのゲーム。今日ってお時間ありますか？いや今日はまああるけど、何？よかったら服を買いに行くのに付き合ってくれないかな。うわ、いやいや、他の男とのデートのためになんか着る服を俺が一緒に探したんの絶対嫌やわ。いいけど、それって僕いる？はい、ご主人様のアドバイスが欲しいので。だったら目ん玉がほらキノコになっちゃった。キノコに椎茸になっちゃった。椎茸に。分かった。役には立たないと思うけどね。相変わらずご主人様くらいな。なるほど。メルちゃんはやっぱ俺のことを恋愛対象として見てないんだ。でも日本の男性の好みが知りたいから、ちゃんとご主人様にも来てもらわないと。まあじゃあ俺がやっとあの王子様コーディネートしてやるよ。あ、何、もうや会う約束取り付けたってこと？新宿南某アパレルショップ。可愛い服がいっぱいあってとっても素敵。あの、ちょっと言っていい？こいつブラジャーつけてる？これほんまに。こんなくっきりなるか？お前、胸元、あの、ちょっと、なんかね、はだけすぎやねん。メルの目はキラキラ輝いている。メルはいくつか服を取ってにとっては自分の体に合わせて鏡を確認している。主人様、この二つだと、どちらがいいと思いますか？あー、出たよ、この質問な。俺もう絶対にもう、左って、あー、こっちの方がいいよって。いや、こっちもいん、いや、こっちはね、なんかね、違う。いや、こっちの方が多分合ってると思う。万人を受けすんのは右だけど、こっちの方が多分合ってるみたいな言い方する、俺は。毎回。ひどい。ご主人様のアドバイスが欲しかったのに。んで、こうやって言うと、またこうやって女っていうのはめんどくさいから、こうやってなんか、え、いえ、みじみじみすすねって、で、こっちもいいよって言うから、じゃあもうお前好きに選べってなんで。わかったよ、ちゃんと考えるから、もう一度見せて。そうだね、僕は左、ほら、もう一緒や、言うよ、ほら。高一と俺の発想一緒。な。てかもう男みんなそうやねん。やっぱり、こっちの服の方がいいですよね。ちょっと着てみますね。メルは試着室に入り、選んだ服に着替えた。お、でも、普通にいいやん。似合ってますか？普通に似合ってるやん。てっきりなんかあれ、立ち絵ないかと思ったら、ちゃんと可愛いわ。ああ、似合ってるよ。可愛いと思う。やったー！じゃあ、この服買ってきますね。いや、もう金あんのか。私の王子様に会う準備は整ったわね。なんでこいつ肩出したかんねやろな。ハレンチな。何？はてなはてなって。ご主人様、今日はお休みもらっていいですか？お前、ちょっと待って。メイドやろ？お前、偉そうにメイドが、お前、週2回休むつもりか？お前、この野郎。そういえば今日は絶対休みにするって言ってたね。何かあるの？はい。昔、仲良かった友達に会いに行くんです。そっか。その友達ってどれぐらい前の友達なの？私が9歳の時だったから、8年前くらいですかね。8年前。どこで知られたの？うちの会社で開いたパーティーで。うちの会社っていうのは、このパパのあの、あれやんな。自動車メーカーの。その人とどこで会うの？なんです
そんなに聞いてくるんだろう。ちょっと主人公なんか嫉妬してんじゃんこれ。今まで質問してくることなんてあんまりなかったのに。確かに。え、ちょっとセーブが来るじゃん。教えない。すみません、時間がないのでもう出かけたいんですけど。ご主人様そんなに気になりますか。まあ気になるね。いや別に、まあ気をつけて。いろいろ質問してくるか何かあるかと思って聞いたのに別にって。本当何考えてるんだろう。なんか心の距離があるよな俺とこの子は。メール、夕方新宿。ここでいいのかな。うわちょっとドキドキするな。チャットで連絡取った男に指定された店の前に着いた。ほんまに来るんかその本人。なんかの詐欺とかに会うんじゃん。髪とか服とか変じゃないよね。近くのショーウィンドウで自分の姿を見て再度確認する。よしバッチリ。なんかショーウィンドウとかで映る自分ってなんかスタイルよく見えへん。可愛くおしとやかに。そう自分に言い聞かせ、地下へ続く階段へと降りていった。うわめちゃくちゃチャラいねんけど嫌やわ。チャラいチャラいチャラい。大丈夫かなこれほんまに。大丈夫、なんか薬とか売られんじゃんこれ。メルが入ったのは新宿の大手クラブ。若者が踊り狂い、酒を飲んでいる。こんなに人多くて見つけられるかな。もしかして君がアメリアちゃん。振り返るとそこにはグラスを片手に持つ金髪の青年が立っていた。はいそうですけど、もしかしてユウスケさん。こいつか。そうそう、今向こうで友達と飲んでるから、メルちゃんも来てよ。あ、ちょっと。なんかノリがチャラいな。男はメルの手を強引に引っ張っていった。なんか俺てっきりさ、なんか実は俺でしたみたいな。そのこいつがの雇い先としてその働いてるやつが、実はみたいな。かと思ってた。全然違うやん。普通に関係ない男出てきた。ゆうすけ。はい、アメルちゃんが来てこれでー。男はメールをとある個室に連れてきた。ちょっとやばくない？なんか雰囲気やばいねんけど。そこには男女数人がソファに腰をかけ、お酒を飲んでいる。お、すげえ、外国人、本物金髪じゃん。もうあれでっか、何買ったの？この方たち、ね。いや、ちょっとやばくね？なんか、ほんまに雰囲気やばい。ん？俺の友人だよ。まあ、とりあえず、これ座ってよ。何飲む？いえ、私まだ未成年なので。そう、16や、16。そんなのバラないって、ちょっと、メール飲むし、ね？飲もう。ね、今日は。ね、バラないから。ね、じゃあ俺と一緒にしようか。ショートだったらいけるから。いえ、お酒は本当にいらないので。下げたわ。そっちから後で釣ってきたんでしょ。落ち着いた場所で会いたかったんですけど、覚えてますか？昔私のバースデーパーティーで会ったこと。ちょっとほんまメルちゃんマジで早く帰った方がいいぞこれ。は？何それ？何って覚えてないですか？あれ別人やったってこと？スコットランドの私の家で開かれたパーティーで。一緒に会場抜け出して星を見に。人違いとかじゃないのかこれ。は？何言ってんの俺。スコットランドなんて行ったことないんですけど。かっこ笑い。君もそんな話をただ作って遊ばれてが欲しかったんでしょ。大丈夫、俺が楽しませてあげるからさね。ほらこれホテルの鍵だから。ユウスケが強引にメールの肩を抱き寄せる。うわお前触んな俺のメールに。お前触んじゃねえ。もう聞かれらしい手で。メール男を突き飛ばし人混みに紛れた。逃げんとやばいよこれ。だが人では膨らがった店内ですぐに出口を見つけることはできなかった。はい捕まえた。もう逃げちゃダメだよメルちゃん。これはちょっと足置きが必要だね。ちょっと待って、思ってたゲームと全然ちゃうねんけど。ユースケメルの腕をしっかりと掴み奥の部屋と引っ張っていった。ねえ誰か助けて。やばいメルちゃんが回されてしまう。伸ばした手を掴んでくれる人は誰もいなかった。え？嘘。嘘でしょ、嘘でしょ。終わった。そんな終わり方あるか、おい。え？どうしたらいいの？おい、どうすんねん、これ。したら、じゃあまず分岐で、教えるって押してみるか。新宿にあるクラブです。ご主人様、何か気になることがありますか？うん、いや別にまあ気をつけて。いろいろ質問してくるから何かあるのかと思って聞いたのに。
別にって。え、嘘でしょ。何も変わってないんだけど。何も変わってなくない？いや、もしかすると、この行き先を教えておくことによって、主人公が助けに来てくれるとかじゃない？ちょっとまあ、この辺を一旦、テキストを全部ぶっ飛ばして。え、ちょっと。ワンチャン。いや、この辺のセリフ変わってないよな。スコットランドの私の家で開かれたパーティー。ちょっと、やめてください。いや、多分この辺で変わるはずだ。これで変わらなかったら、ヤンキーに回されて終わるってのがトゥルーエンドや。もうこのゲームの。あ、来た！メル、こっちだ。誰かがメルに声をかけ、メルの手を引っ張った。あ、よかった。助かった。助けていただいて、ありがとうございます。あれ、ご主人様。うわぁ、ご主人様かっけー。ナイトやん。いや、たまたまメルがあの店に入ってくのが見えたからついてっただけで、本当に偶然なんだ。それよりもあの人がメルの相手がってた友達。そうだと思ったんですけど、でも、あの人はスコットランドに来たことないって言ってた。まあ、人違いなんやろな。昔のことだから忘れちゃったの？それとも、ひょっとして一つ。まあ、SNS でどうせなんかあれやな、Facebook なんかもう同じ本名のやついっぱいおるからな。同姓同名のやつなんか、カタカナでしか表されんねんから。頭悪いわ、こいつ。とにかく無事でよかったよ。早く帰って家で紅茶でも飲もうか。ちょうど新しいチーズセットを買ってあるんだ。はい。ありがとうございます。もうどっちがメイドかわからん。ご主人様、わざわざ助けに来てくれたんだ。ほら、ちょっともう顔が赤くなって、もう完全に俺に落ちたな。結構優しいところもあるのね。メル、何？こっちをじっと見てるけど。見てなんかないっしょ。あかん、なんかCV がさっきのヤンキーと一緒やな、俺。やば。なんで言い過ぎ。こういう声しか出せん。あ、もう惚れちゃった、メルちゃんね。俺に惚れちゃったってか。メルちゃんな。メルちゃん。まあでもさっきはあれだな、ついていって、俺が助けたけど。まあでも次からあんな危険な場所に行っちゃダメだよ。じゃ、今日は、お仕置きだね。結局お仕置きされるみたいな。清水自転車の五軍師、小川祐介に会って以来、メルには大きな悩み事が2つできた。小川祐介っていう人、うん。あの感じだと、昔会った王子様ではないわね。おぉ、まあ、そうやろな。王子様、どこにいるんだろう。一つ目、メルの探しの人の当てが外れたことだ。二つは、メル、ちょっといい？はい、なんでしょう。高一は雑誌を二手にメルの横に並ぶ。この料理かなり予想なんだけど、作れるなら今度お願いしたんだけど。主人様、こう近い。なに、メル、聞いてる？あ、はい、聞いてます。何でしたっけ？あ、なに、俺に惚れちゃったってこと？本当に。聞いてないじゃん。すみません。そう、高一とうまく話せなくなったことだ。もう、メイドとしてしっかりしてる。そっか、もう何、意識しちゃってるんだ、俺のことを異性として。どうしちゃったんだろう、私。もしかしてご主人様のこと本当に好きになっちゃった。もうこいつ軽すぎや、ほんま。いや、ないない。だって全然私の好きなタイプじゃないし。ちょっとショックやな。でもまあそういうやつに限ってな、意外な一面見せられたら好きになってまうねん。見てもらった時はドキドキしちゃったけど、勘違いだよね。勘違いどうか、じゃあ試してみる。メルはいつもより大きなため息をついた。悩み事は一個に解決しないまま時間だけが過ぎている。王子様のことは半分諦めていたんだ。ゆりちゃん手がかりであった清水自動車の温存師への当てが外れ、残り3ヶ月弱の滞在期間で、もう3ヶ月あってんのか。半年つってたもんなしよな、あと3ヶ月。記憶の中の人物を探し出すことはほぼ不可能なように思えたからだ。そうして、紅茶元、気がつけばいつも目で追っている。現に今も、掃除をしながら高一の顔をじっと見つめていた。あのさ、メル、何か不満に思ったこともあるの？ため息もついてたけど。あ、いえ、なんでもないです。不満なんて全然。ひょっとして疲れてる？それなら休みを取った方がいいと思うけどね。いえ、全然疲れてなんかないです。何かしてほしいことがあれば、どんどんおっしゃってください。そう、じゃあちょっと肩でも揉んでもらおうかな。メル、ちょっとこっちに来て。つって。もっと近づいて。メルは笑って、ごまかし、再び掃除に取り掛かった。そんなメルを今度は高一がじっと見つめている。あの、ご主人様、何でしょうか。不満とかは本当に全然ないので。いや、
なんもないんだけど、メルってさ、よく見たら、可愛いよね。もしよかったら今から一緒にどっか行けない？外もせっかく晴れてるし。いいですか？あ、いいね。まあまあちょっと気分転換にな。こうやっぱ狭い、なんかワンルームとかにね、なんだろう、こう狭い部屋に二人とかでいると、やっぱ息が詰まってくるから、たまにこう外の空気吸いに行くのも悪くない。おー、いや、掃除はまた明日にもやればいいじゃん。ちなみに西と東行くならどっちか、お前、どういう聞き方やぞ、西と東って。聞いたことないわ。そう、西と東。あれ、なにこれ。変な分岐だな。じゃあ、ここも西部書いて。じゃあ、まあ、東かな。東で。わかった、東でね、早速出かける準備してもらえる？はい。ご主人様とお出かけできるのは嬉しいけど、どこに行くんだろう。どこに行くんだ？千葉県某所。あ、なるほど。あれか、東って言ったから千葉県なのか。じゃ西って言ったら大阪行くのかな。電車とバスを乗り継ぎ、高知が連れてきたのはテーマパークだった。観光牧場や観光農園、レストランや宿泊施設というし、中でも羊やウサギなどの動物と触れ合えるのが目玉。え、何？どここれ。あ、なんかちょっと服の色変わってない？メルは動物好き？はい、大好きです。まあ、こいつで動物好きそうやな犬とかな。そう、それならよかった。急に自社出てきた。見てください、ご主人様。羊さんですよ。もこもこ。羊いいね。かわいい。小さい頃とか動物園に行ったりしてた？パパはずっとお仕事してたので、あんまり動物園は行ったことなくて。あ、そうなんや。だからとっても楽しいです。なるほどな。そっか、それなら来てよかったね。はい、他にもいろいろ見に行きましょう。え、何？メルはつまずいて転びそうになる。と、大丈夫。光一はさすかさずに寄り添い支えた。右手でメルをぎゅっと抱き寄せる。あ、もうそんなんしたらもうメルちゃん何も考えなくなるから。もうメルちゃん俺に続行やねんから。突然光一に抱き寄せられメルは咳めしてしまった。びっくりした。嬉しいけど、私の心臓が持たないよ。わ、でもこういう子なんか一緒にいると楽しいな。もう明らかに俺に気があるのがわかる。目に見えてわかるみたいな。ね。こういう女の仕草が一番可愛いんだよね。危ないからもう少しゆっくり行こうか。光一はメルの手を取りリードした。え、もう何？ナチュラルに手繋いでんのお前ら。メルは嬉しさと恥ずかしさで表情が保てなくなり、顔を上げられずうつむいて歩いていた。しばらく進んだところで、光一は歩みを止めた。メルどうしたの？もしかしてどこか怪我でもしちゃった？いえ、大丈夫です。なんでもないです。光一が心配されてるのは分かってるが、それでもメルは顔を上げることができなかった。おい、メル、ちょっと待って。ここ、どうしたの？なんか擦り傷があるじゃん。仕方ないな。ペロ。ちょっと舐めてあげるから、これで治るから。これでちょっと我慢して。あとで絆創膏買いに行こう。そう、それならいいけど、じゃあ大きく深呼吸してゆっくり顔上げてごらん。なんか、主人公のなんかセリフちょっとキザやねんな、いちいちな。綺麗。おー、え、めちゃくちゃ綺麗。なにこれ、イングランドの丘じゃないこれ。あ、四国にある。イングランドの丘やな、これな。もしくは、千堀公園。倉敷千堀公園。あたり一面には満開の花桜、じゃあ花畑が広がっていた。ご主人様、すごいですね。めちゃくちゃ楽しそう。メルは子供のようにはしゃいでいる。メルが楽しそうで僕も嬉しいよ。すみません、ついはしゃいじゃいました。でもとっても楽しくて。そうか。いや、メルが笑顔の方が僕も楽しいから。いつも家族頑張ってくれてるけど、たまにはさ、わがまま言ってもいいんじゃね。メルはメドラゴじゃないけど、それ以前に16歳の女の子なんだからさ。ちょ、セリフがさ、もうセリフがなんかキザいねんな、こいつな。そう、わがまま。メルにはもっと笑顔でいてほしいんだ。光一の顔を見ると、いつもはくすんでた目に光が持ってきてるような気がした。まあでも、なんだろう、光一も何かを分かってるような、何かを悟してるようなさ、接し方じゃない？こいつに対する。日の光が反射してるだけかもしれないが、それでもどこか明るい表情にメルは嬉しさを覚えた。そしてメルは自覚する。やっぱり私、ご主人様のこと好きなんだ。ああ、まあそりゃそうやろな。そんなお前、こんなに一緒におったらな。いえ、7月、日に日に暑さが増していく季節。ご主人様、ちょっとお願いがあるんですけど。なんだ？お願い？何？あの、デートに連れて行ってほしいんです。大胆やね、メルちゃんね。デート、メル、日本語のデートの意味分かってる？もちろん分かってます。
分かってるように思えないけど、どっかに出かけたいってことでいいのかな。高一は珍しく戸惑っていた。それで、いつ行きたいの？今日です。今日？今日は随分急だね。来週とかじゃダメなの？今日がいいです。今日じゃないとダメなんです。うん、でも今日はまだ掃除機もかけてないし、洗濯もしてないし、トイレ掃除もしてないし、風呂掃除もしてないし、食器も洗ってないよ。それがじゃあ全部終わったから行こっか。メルが高一を入れるのに、あともう2ヶ月なんだ。この2ヶ月間で高一のたくさんの思い出を作り、高一への恋心に区切りをつけようとしていた。うわー、なるほど。なんか、あれなんだよな。こう、明らかに自分に気があるけど、あ、この子もう俺のことそろそろ諦めるなって時、逆に惹かれるんよな。自分は世界的な企業のお嬢様。王子様との出会いの道が途絶えた今、普通の恋愛をし、結婚できるとは考えていない。だからこそ最後に自分に正直に行きたい。これが最後の恋になるんだからな。主人様。なるほど。たまにはわがまま言ってもいいって、言ってましたよ。まあ確かに言ったな、あの時に。メルはぐっと友人に迫った。高一に迫った。わかったよ。どっか行きたいところは決まってるのか。そこも、ご主人様が考えてください。めんどくせえ。じゃあパチンコでねえか。適当に外線打って帰ろうや。じゃあちょっと考えるから、その間にメルは出かける準備しといてね。高一はスパンオレ何かを喋り終わった後、自分の身支度に取り掛かった。まあでも俺、こういう時どこ連れて行くんだろう。ん？北関東某所。やってきたのは神社だった。ああ、神社いい。神社だ。宗教的に大丈夫かな、メルちゃん。ここはね、神社。日本固有の宗教。神道って言うんだけど、神社は日本の神様が建て祀られている場所なんだ。日本っぽいところがいいかなと思って神社にしたんだけど、ああ、確かに。この子イングランドの子だからね、こういう日本の、ね、こういうなんか、矢をよろずの神にね、会うっていう。嬉しい。今の嬉しいの言い方がもう完全にメス。でも、デートに神社って。確かに。やっぱり神社良くなかったかな。うん、うん。いつか行ってみたいって思ってたし、うん、これでよかった。なんかやっぱこいつの絶妙な滑舌の悪さがさ、もう年の強化にしか見えなくなってきたわ。見た目も年の強化し、なんか喋り方も年の強化や、こいつ。せっかく来たんだし、いろいろ回りましょう。本当は場所なんかどこでもよかった。ただ、高一と一緒にいられれば。また目が椎茸になってる、椎茸に。あの建物何ですか？あれは本土、なんていうのこれ、わかんない。本郷彼方って言って、みんなそこにいる、ある、お賽銭箱にお金を入れて神様にお願い事するんだ。お願い事をしたら叶えてくれるんですか？本殿だ、本殿。さあ、それはどうだろう。でもひょっとしたら叶えてくれるかもしれないよ。二人はお賽銭箱にお金を入れ、それぞれ手を合わせた。残り2ヶ月間、楽しい思い出ができますように。まあ、そうやな。そしてできるなら、私にほんのちょっぴり勇気をください。何の勇気だ？俺を諦める勇気か？神社を回り終えた後は、参道を散歩したり、抹茶やお団子を食べて楽しんだ。いいよね。こういうの楽しいよ。なんか俺もこの間、なんか京都の金閣に行ったけどさ、一人でさ。めちゃくちゃ楽しかったわ。クソ雨降ってたけど。はい、大丈夫です。あ、何ホテル？もしかして。どうする？ホテルやったら。メル、ちょっともう一箇所行きたいところあるんだけど、いいかな？つって。ご主人様がなんか向かったのはタクシーで、なんか結構行ったところの、池袋の、池袋西口だったみたいな。イルミネーション。綺麗な青色の光が一本の道となっていた。まるで天の川だね。天の川か。メルはハッとした。ああ、七夕伝説ってのあるんだけど、あ、今日、7月7日なんだ、今日。ね、織姫と彦星が出会うところだ。知ってます。織姫と彦星が、一年に一度会える日なんですよね。なんか、いいね。おしゃれ。そうそう、きっと今頃二人はどっかで会ってるんだろうね。そして、会って、あれで若い男女が会ってすることって言ったら、そう、一つしかないよね。って言って、今頃、織姫と彦星がやってることを僕らもやりに行こうかって池袋の西口に連れていくみたいな。ご主人様はそんなロマンチックなこと言うんですね。ロマンチストよな、主人公な。変かな。うん、全然。とっても素敵だと思います。なるほど。懐かしい思い出に浸りながらメルも夜空を見上げた。晩ご飯は、外で済まして帰宅した。ご主人様、今日はいろいろ無茶を言ってごめんなさい。私のわがままに付き合ってくれてありがとうございました。うん、とっても楽しかったです。そう、楽しんでくれたのはよかったよ。それからメル、いつもありがとう。高一は青色の紙を取り、袋を取り出してメルに差し出した。え、何ですか？メルが受け取った袋にはハッピーバースデーと書いてあって、うわー、モテるわー、こいつ。
モテオ、メル、誕生日おめでとう。ご主人様、今日が私の誕生日で。こいつあれ、あの七夕生まれないあのポケモンのジラーチの生産と一緒やんか。あ、違う、あの亡くなった日か、それは。なんか七夕ってなんかいろいろあるんだよな。うん、知ってたよ。メルが来る前に送られてきてプロフィールに誕生日書いてあったし。でもメルがいきなり出かけたなんて言うから当たったタイミングがなくなってるかと思ったよ。そうですか。嬉しい。ありがとうございます。うん、どうぞ。いいですか？中にはクマのぬいぐるみが入っていた。おー、かわいい。ちょっと子供っぽいかな。とっても嬉しい。ありがとうございます。メルは光一に近寄るとそっと口づけをした。メル？え？え、口づけ？嘘？お前やめてよ。この後の2ヶ月間ずっと気まずいやんけ、お前そんなんされたら、おい。メルは無邪気に笑う。大切にしますね。まあでもイングランドとかそのなんか、なんだろう、海外の人のキスって本当にただのなんか挨拶程度みたいな意味合いだからな。わかんないよな。メルはぎゅっとぬいぐるみを抱きしめた。はてなはてな。この日メルは休みをもらい一人で街に出かけていた。クラブで助けてもらった俺、全然できてなかったし、ご主人様に何かプレゼントもう今更だけど、なんかメイドっていう設定必要やったんかな。こいつほとんど働いてへんねんけど。ご主人様が喜ぶものって大体休日や。メルを歩きながら考えていたが、しっくりくるものが見つからない。そんな時ふと見かけたお店の看板を見てひらめいた。そうだ、これしかないわ。なんだろう、ポケモンカードかな。お、何かおもちゃ屋さんだ。わ、いいな、こういう街のおもちゃ屋さん。ワクワクするわ。車の模型好きみたいだし、これで間違いないわね。なるほどね。メルが来たばかりの時、掃除の途中で誤って高一の模型を壊してしまった。そのお詫びも兼ねていた。どれがいいかな。これなんかいいんじゃない？え？メルが見てるのは2005年に作られた清水自転車製の白いセダンの模型だった。3万もするのね。なんか車の模型ってマジでクソ高いよな。なんかもう3万なんてむしろ安い方じゃん。もうそう、なんかプレミアとか、ほんともう20年前、30年前とかのもう、売ってないやつ、絶版とかなってるやつなんか、平気で100万、200万するよな。もうだから、実際の車買えるぐらいの値段するよね。ルイス家の出演を考えると、で、取るに足らない金額があったが、学校から渡されたお小遣いとほぼ同額だった。あ、3万しかもらってないやん、小遣い。本当は欲しい服とかいっぱいあるけど、ご主人様が喜んでくれるなら、それ以上嬉しいことはないわ。うん、まあ、そうだな。メルは店員を呼び、ケースの中にある模型の購入を申し出た。3万か。キロ。時刻はすっかり噂になっていた。ご主人様、喜んでくれるかな。これを渡して、お礼が遅くなったことを謝って。それから、はっきり自分の気持ちを伝えよう。いい子や。好きだって、はっきり言いたい。いい子や。もしかして、その場でギュッて抱きしめてくれたりして。いやもう、それは抱きしめるけど、その後もちゃんと最後までやれよ。え、メルはニヤついた顔を隠しながら帰った。ただいま戻りました。あれ？ん？日はすっかり暮れてるにもかかわらず、部屋の電気はついてなかった。ご主人様？あれ、これも、ひょっとして、あの主人、主人公にすでに彼女がいるみたいな落ちちゃうよな、これ。電気のスイッチはこっちだったかな。メルは手探りで進む。その時メルの足先に何かが当たった。え、ちょっと、ごめん、ほんまに、急なそういうなんか、やめてな、ホラーみたいな。ちょっとなんか、嫌な予感すんねんけど。だからちょうどメルの指先がスイッチにこすっと当たり電気がついた。メルを合わせて、高一の手を握ると、その手は冷たくなっていった。あのもう、なんじゃいたなコピペ並みに展開が急すぎんねん。その晩、なんか冷たくなった内川と村田が発見されたみたいなさ。ね、どうしたの？なんで？なんでこっち？脈絡がなさすぎないこれ。肩を揺さぶるが変じゃない。主人様、ね、目を開けて、ご主人様。意味がわからない。なぜだ？なんでだ？病院。メルは高一のスマホで救急車を呼び、高一は救急搬送された。待ち合わせで待っててメルは大粒の涙を流している。大粒の涙が頬を伝った。まだ
ご主人様にお礼も言ってないのに、なんでこんなことに。何があったやろ。神様、どうか私からご主人様を奪わないで。でも冷たくなってんだったらもうやばいよな。そんなメルの元に看護師が近づいてきた。あなたがルイスさんですね。医師が休んでますので5番のお部屋へどうぞ。あの、ゴンイチさんは大丈夫なんですよね。メルは看護師の袖をぐっと掴む。詳しい話は医師の方から、川杉さんは今ぐっすり眠ってますので、あ、生きてるってことでいいのかな。メルはその場から動けなくなった。ごめんなさい。なぜか足に力が入らなくて、ちゃんとお部屋には行きますから。メルは看護師に支えられながら案内された部屋へと入っていった。大丈夫か？診療室。椅子には中年男性医師が、難しい顔をして座っていた。あなたがルイスさんですかね。川杉さんから聞いてましたよ、あなたのこと。え、私のことですか？ええ。実は川杉さんから病状のことはルイスさんに話してもいいと言われてましたので、今からちゃんとお話ししますね。メルは固唾を飲む。嘘でしょ。嘘でしょ。胃がんを患っています。判明したのは今から半年ほど前でしたが、その時にはもう完治するのは難しい状態でした。なんで？それでも入院してきちんと治療することを進めてまして、川杉さん自身も納得してたんですが、やりたいことができたので通院治療に切り替えてくれていました。たとえそれで余命が短くなってもいいと。まあそこまで言うのなら、通院での治療を行ってきましたが、もうあまり言うはない。なんち、急すぎる。決して病気を隠していた川杉さんを責めず、ここまで頑張ったことを褒めてやってください。メルはただ頷くだけで言葉をすることができなかった。もう、BGM がなんか、神妙になっちゃった。時間は深夜になっていた。高一とは面会できず、高一の衣類など生活用品を準備してまた翌日に来てくれと言われた。メールは泣きながら、高一の衣類をバッグに詰めている。何度も何度も涙を、拭うが、一向に止まる気がなかった。タンスの奥にある服を取ろうとしたとき、メールの指先に硬いものが当たった。痛っ。なんだろうこれ。今の痛の演技いいね。なんかリアル。出てきたのは写真だった。中には古い写真が収められている。これ、なんでご主人様が。え？これは？それは幼い頃のメールであの王子様が映った。あ、やっぱ、あれ、王子様って、ね、このご主人様だったんじゃないの？ゆうすけ、こうすけか。今からおよそ7年前、スコットランドにあるメルの家では、大々的なメルのバースデーパーティーが開かれていた。名目はメルの誕生日を祝うが、実は取引先や各界の著名人がルイス・モーターの社長、つまりメルの父親のご機嫌を伺う大人の社交場となっていた。メルは自分のバースデーパーティーが自分や父親にこくびへつらい、笑顔の裏では自身の権益を守ろうとする醜い大人の、構想の場となっていることに、ひどく嫌気がさしていた。かわいい。本当につまんない。家でテレビでも見ていた方がマシだわ。8年前のメルちゃんね、これが。メルは拗ねて壁にもたれかかりうつむいていた。私のことなんて、どうせ誰も。幼心ながらやっぱ分かっちゃうねんな、そういうのってな。自分のバースディーパーティーなのに、随分とつまらそうな顔してるね。メルがふと見上げると、目の前には一人の少年が立っていた。黒い髪に黒い目、身長はメルよりだいぶ高い。私も、あそこにいる大人みたいに、ヘラヘラしてた方がいいかしら。東洋人のお坊ちゃま。メルは非常に機嫌が悪い。明らかに自分の年上の相手にもかかわらず、失礼でぶっきらぼうな語り口だ。ふっ。聞いていた以上に気の強いお嬢さんだね。何？喧嘩売ってるの？いや、そんなつもりは全然ないよ。それよりもどう？僕と一緒に外歩いてみない？何それ？私のこと侮ってるの？確かに言い方が良くなかったね。それでは改めて。僕と一緒に外を歩いていただけませんか、お嬢様。うん。まあ、そこまで言うなら、ついていってあげる。なるほど。ツンデレみたいな感じか。少年はずっとメルの方に手を差し出し、外へと行こうとした。ルイス家の庭園。季節は夏、風が吹くとやや肌寒いが、外を歩くにはちょうどいい気候だった。ね。んだよ、てめえや。
メールが話を聞きます。あなた、そもそも誰なの？どうも、モコと申します。今回は、YouTube の撮影を終わりたいことです。英語もそれなりに話せるし、私のパーティーに来てるってことは、それなりの家柄なんでしょうけど。僕は清水。父親は清水自動車の社長だよ。なるほど。清水自動車。じゃあ、車の模型は伏線だったのか。経済に特段興味がないメルデンも名前は知ってる企業だ。アジアの諸国の企業にもかかわらず、世界で半大半大ソースを伸ばしている新興企業というイメージだった。それよりも、君はどうしてそんなつまらんそうな顔してるんだ？自分のバースデーパーティーで、まあ、日本でいうトヨタみたいな感じかな。トヨタって名古屋から出てきた、あれやもんな、企業やもんな。あんなところ、いても楽しくなんかないわ。みんなパパのお金や権力に集まってきているだけ。私の誕生日を本当に祝ってくれる人なんて、一人もいない。そっか、だから君は下ばかり向いてるんだね。自分に媚びる大人なんか見たくないから。メルは不思議な感覚だった。今までは、同世代の子供、テレビやおもちゃの話ばかりで大人に至っては奪いだけの会話。自分のこと悩みを本当に理解してくれる人なんて一人もないと思っていた。この少年は今まで会ってきた人とは違う。この人は、ひょっとしたら私と同じ経験をしてるんじゃないの？まあ確かに。メルがそう考えたとき、少年はピタリと足を止め、メルの方を見てにっこりと微笑んだ。アメリアちゃん、ゆっくり上を見てごらん。めっちゃ綺麗な、クソ田舎やん。こんなに星が綺麗に見えるってことは。見上げたメルの目に飛び込んできたのは、満天の星空だった。この星空は特別なものではない。本来ならメルの家からいつでも見ることができる光景だ。だがメルはこの星空に、心を打たれてしまった。いつも包いて見上げることがなかった夜空はこんなにも綺麗だったのか。普段曇っていたメルの心が晴れていくような気がした。あそこに見える明るい二つの星なんだけど、これなんて言うんだっけこれ。なんだっけ。ペテルギウス座みたいな。あ、これがか。僕の国では織姫と彦星って言うんだ。織姫と彦星？そう、織姫と彦星はお互いに惹かれ合うんだ。いろいろあって一年に一回しか会えなくなるんだけど、それでもお互い大好きなままなんだ。君にも君のことは大好きで誰よりも理解してくれる彦星。君にとっての王子様が現れると思うんだ。だから君には笑顔のまま王子様が来るのを待っててほしい。僕が王子様だったらそう思う。何をする？そんなことよりも、肌寒くなってきたから、パーティーに戻りましょう。清水の口から出たまるで告白のような言葉にメールは動揺していた。まあ、月が綺麗ですね、みたいな、そういう意味深なセリフやんな、これ。ふっ、そうだね。そろそろ戻ろうか。でも、たまには顔を上げるのも悪くないでしょ。メールは恥ずかしくて何も言い返せなかった。パーティー会場。今日はありがとう、楽しかったよ。メルは恥ずかしそうなあまりはまともに返事ができなかった。じゃ、もう行くね。メルは勇気を振り絞った。ちょっと待ってて。何？テーブルに並べてあるプリンを手に取り、ああ、そっか。だからプリン好きなんだ、この子。作ってくれたもんね、一回ね。プッチンプリン。このプリンだけは、なかなか美味しいから、待って帰って。ちなみに俺のおすすめのプリンは浅草にある、ミルクプリン屋さん。浅草のプリン屋さんね、あそこはうまい。瓶で出てくるプリンが。勇気を振り絞ったメルの精一杯の感謝の気持ちだった。そっか、ありがとう。じゃあ、また会おうね。メルはまだ自分の気持ちが整理つかず、ただ清水の背中を見送ることしかできなかった。よし、このプリン食べてみようかな。うん。なんか、ちょ、これあれだ。なんか、ぬるいわ。ぺっつって。重くそ。ぺっって。吐いたろうかな。メルはパーティーが終わった後に執事に尋ねた。どうやら、清水自動車は日本にあるらしい。あ、それで知ったのか。この頃から日本に対する憧れがあったのかな。アメリア様、とても嬉しそうですね。清水家のご子孫が気に入りましたか。別に、そんなのじゃないわ。この時抱いてた感情はメルにとって初めての恋であり、そして最後の恋となった。最後の恋。あ、そっか、俺病院にいるんだ、そういえば。メルの頭は混乱したままだったが、とりあえず高一のいる病院に向かった。ご主人様の病室は、501号室。今、容体が落ち着き、意識も回復したらしい。あ、よかったよかった。中から50代ぐらいの女性が出てきた。メルと目が合う。あの、高一さんは？あんたがもしかしてルイスさん？そうですけど、どうして私の名前を？それはね、ちょっと今、時間ある。少しお話できないかしら。でも。何？メルは高一の病室へ目線を移した。
大丈夫。今落ち着いてるし、もし何かあっても、そっちのところに、すぐ連絡が来るようになってるから。近くにカフェがあるの、そこでいいかしら。え？メル半ば強引に連れて行かれた。カフェ？飲み物はコーヒーでいいかしら。え、ちょ、怖いんだけど。女性はメルの意見も聞かずに注文した。あの、お話って、何ですか？そんなにそ、いや、急いで、やっぱり光一のことが気になる？当たり前です。光一さんは、私の雇い主だ。50代ってことは何？お母さんとか？気になってる理由はそれだけ？どういう意味ですか？光一のことは好きなんでしょ？どうしてそれを？確かに。あら、業界では夢よい、ルイスモーターのお嬢様が、縁談を断る理由は、日本に好きな人がいるからって。光一はそんなこと知らないと思うけど、それってどう考えても光一しかいないじゃない。どうしてそう思うんですか？だって昔光一と会ったことがあるんでしょ？しかも、不愛想で有名なルイス家のお嬢様と一緒に夜の庭園を歩いたって言うじゃない。あ、不愛想は失礼だったわね、取り下げるわ。なんかちょっとあら、鼻にかかる女だな。やっぱり光一さんって、清水自動車のご子息だったんですね。あら、気づいてなかったな。まあ今は清水じゃなくて川杉だものね。あの、小一さんの過去に何があったんですか？そう、小一は何も話しなかったので、まあ本人の口から言うのは辛いだろうから私から話すわね。女性は大きくため息をついた後、淡々と話し始めた。小一の父親はね、清水自動車の創業者。そうだよな。昔から車が好きで自分の好きな車を作るんだって言って起業して、たった一台で会社を大きくした。部下が大株主のファンだと組んでクーデターを起こした。それで、高一の父親あっという間に会社を追い出されちゃった。まあ、なんかその、あれ、いろいろあれか、インサイダー取引みたいなわかんないけど。会社を失ってから生きる目標がなくなっちゃったみたいで、一日お酒を飲んで暴れていたらしいわ。それから徐々に体調崩していって、5年前に病気が高い。その後は母親が一人で高一の面倒を見ていたんだけど、その母親も2年前に事故で亡くなった。え？川杉というのは母方の名字のようだ。お母さんじゃないのか、この女性って。昔は明るくて優しかった光一もあまり人前に出ないようになって、そして今度は自分自身が病に侵されて、なんて声をかけていいのかわからない。そんな、あんまりです。辛すぎるね。光一の人生はメルの想像を超えており、筆舌に尽くしがたい、生産なものだった。もうごめん、漢字が読めねえ。そうね、去年自分でガンって分かってからは本当に生きる気力を失っていたわ。でもね、そんな時、娘の、昔の友人からルイス家のお嬢様が日本で働きがってるって聞いて、調べてみたらメイドの研修として日本で働く先を探してるって言うじゃない。なんでメイドの学校に行ってるのかわからないけど、かっこ笑い。それはその、パパの方針で。それでそのことを友人に伝えたら、高一に伝えたら、無気力だったあの子がルイスさんに会ってみたいって言ったの。あの子の願いなら叶えてあげたかった。だから、こうちゃんのところで働いてもらおうと思ったら確かに。雇い主って本当はこの子なんだ。たくさんの人がルイスさんを雇いたいと思ってた。じゃあ、こいつじゃない、倍率高かったんだ。いろんなところに手も、回して、学校にも多額の寄付をお願いした。そうだったんですか。じゃあ、一体何億で雇ってんの、こいつ。じゃあ、ご主人様は最初から私のこと知ってたのね。あなたの思い出はたった一時の出来事だったのかもしれない。だけど、あの子の中にはずっと残っている。ルイスさん、最後までどうかあの子のそばにいてあげて。それを言いたかったのか。二人はコーヒーを飲み終え、再び病院に戻ってきた。あの、今更ですみませんが、お名前を聞いてもいいですか？ね、もう、このお母さん MVP やんな。あ、言うの忘れてたって、いたわね。私は清水ゆり。こううちの、父親の、なるほど、妹さんだったのか。高一から見たら、祖母。そうだったんですね。祖母じゃねえ。いろいろ教えていただいて、おばだ、ありがとうございます。はい。いいのよ、そんなこと。ほら、高一はあなたが来てくれるのを待ってるわよ。早く行ってあげないと、ルイスさん、高一のことよろしくね。女性はそう言い残して去っていった。わー、いいおばさんだったな。目を覚ましてた。でもね、目覚めたけどどうせ死ぬんでしょ？だったらもう、早く眠ってよ、つって。もう、辛いよな。なんか生き返るんだったらいいけどさ、なんか流れ的にちゃう、これ、死にそうじゃね、高一。ちょっとどうしたの？どうしたのじゃないです。とっても
心配かけてごめん。紅茶優しくメルの頭を撫でた。ご主人様、ご主人様が彦星だったんですね。助かってほしい。何の話？メルは家で見つけた写真立てを取り出した。この写真、家の引き出しに入っていました。ここに写ってるの、私とご主人様ですよね。紅茶は何も言わない。どうしてもっと早く言ってくれなかったんですか。もっと早く知っていたら、私。そっか、メルの上がったがってた昔の友人ってやっぱり僕のことだったんだ。なるほどな。確信が持てなくて、なかなか言い出せなかった。私、あなたに会うために、いっぱい日本語勉強したんだよ。ずっとずっと会いたくて、それだけが楽しみで、日本に来たんだよ。そこまで思ってくれて嬉しいよ。僕もメルが日本に来てくれてまた会うことができて嬉しかった。本当にありがとう。いえ。病室でずっと付き添ってたメルだったが、高一に誘され、促されて一度家に戻った。主人様、私、どうしたら。自分が昔から好きだった人、そして日本に来てから好きになった人がドイツ人だったことは喜ばしいことだ。まあすごい奇跡だよな。だが、その人物、メルにとっての王子様は輝きを失いかけていた。おい、どうすんの？生き返んないの？これ。あの、夜分にすみません。今お時間、大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ。どうしたの？メルが電話をかけたのは、今朝会った高一の祖母だ、おばだった。高一さんのために、高一さんが喜んでくれること、何かしたくて。でも私、小一さんのそばにいたのに、小一さんのこと全然知らなくて、自分が情けない。メルは日本に来てから王子様を探すことばかりを気にしていた。目の前にいるとも知らずに。そうね、小一はいつもあなたのことを考えていたわ。あなたも小一と同じで親が社長だったんでしょ。自分のように不幸な目に遭ってないかずっと心配していた。だからあなたが今もう今本当に幸せでうつむかずに前を見て歩いてる姿を見せてあげられたら小一も安心すると思うわ。そしてどうか最後まで校長のそばで行ってあげて。うわぁ、つらぁ。もうやだなぁ。日に日に病状は悪化していった。メルはとにかく校長に笑ってほしいといろいろ話をしたが、校長の口数は少なくなっていった。毎日神社に通い、神様にお願いをしているが効果があるのかわからない。高一のために何かをしてあげたいと考えるメル。そんな時、高一のおば、でもなんかもうさっきからおばとそばでなんか混ざってそばになっちゃうんだよ、これ。祖母とおばが混ざって。言葉が頭によぎった。だから、あなたが今本当に幸せで、ああ、これね。高一さんに、安心してもらう。どうして安心してもらえばいいんだろう。実はもう一つやりたいことがあった。それはメルの本当の気持ちを高一に伝えることだ。あ、そっか、まだやってなかったもんね。好きですっていう。メルの予想はいつもと違っていた。今日が一世一代の大勝負。メルは大きく深呼吸をし、病室の扉を開けた。高一さん。ええー。高一さん、どうですか？いいじゃん。相変わらず肩出すの好きやな。え、メルどうしたの？頭でも打った？高一はあっけに捉えていた。ちょっと、ひどいですよ。そこは、綺麗だよ、とか、あるんじゃないですか？いや、急にそんな格好で来るから。メルはじっと睨んでいる。あ、その、うん、本当に綺麗だね。メルは笑顔になり、うん、うんと頷いた。今日はその、ご主人様、じゃなくて、高一さんに、伝えたいことがあるの。メルは大きく深呼吸をし、決意した。私、高一さんが大好き。昔からずーっと大好きなの。お金なんていらない。可愛い服もいらない。ただあなたがいればそれだけでいいの。そしてまた一緒に星を見に行きたいな。叶わない希望だと知りつつも願わずにはいられなかった。そう、ありがとう。メルの気持ち嬉しいよ。でも僕は君の気持ちに応えてやることができない。ごめんね。いや、なんかもうちょっとその病気に打ち勝つみたいな、ないの。もう負けてるやん。それは高一の気遣いなのか本心なのか今となってはわからない。私ね、本当に感謝してる。あなたがいなかったら、あなたがいたからこそ、辛いことも頑張って乗り越えていけたの。
メルは必死に涙をこらえ続ける。でもね、私、もう一人で前を向いて歩けるよ。これからも、頑張って生きていくから。だからね。メルの方から大粒の涙がこぼれた。そっか、メルはもうあの時のうつむいたお父様ではないんだ。本当に明るく強く、そして美しい素敵な大人の女性になった。光一は安堵したように微笑んだ。今日は何の日か知ってる？今日は8月31日。あ、夏休みの終わりの日やん。あ、今日がもう最終日なのか、実習期間の。うわぁ。光一は日差しから一枚の紙を取り差し出した。メールは本当によく頑張ってくれた。心から感謝と敬意を。うわぁ、ちょっと泣けてくるわ。差し出されたのは実習の卒業証書だった。メル、卒業おめでとう。それが光一の最後の言葉となった。翌日、光一は静かに息を引き取った。凄惨な人生とは裏腹に、最後は安らかな表情だった。メルは最後の最後までずっと光一の手を握っていた。光一さん、頑張ってくれたんだね。本当は、余命3ヶ月って言われてたのに、私の卒業まで待っててくれたんだよ。まあ、メルちゃんは、まあ、17とか6とかだからね、まあ、これからね、また、いい、ね、そう、飛行星を見つけてね。本当に、ありがとう。メルはそういうの。好きだよ。あの、まだ喋ってた。ごめん、喋ってた、セリフ。ああ、日本を去っちゃったのか。メイドの養成学校。ねえメル、日本の研修はどうだった？結局メルの王子様に会えたの？うん、ちゃんと会えたよ。本当に素敵な人だった。そっか、よかったね。ちゃんと自分の気持ち伝えられた？うん、伝えた。振られちゃったけどね。まあ振られたってか、死別やったからな。こんなに可愛いメルを振るなんて、その王子様は本当に見る目がないよね。卒業式始まるよ。行動に行かないと。卒業式終えたメルは実家に戻り、一人で夜の庭園を歩いた。そっか、実家がお屋敷だかもな。静寂な暗闇で虫の鳴き声が響き渡る。空を見上げると満天の星空が広がっていた。わ、いい絵だ。ねえ、小一さん、見てる？私、もううつむかない。ちゃんと前に進むよ。精一杯生きていくから。だから、たまには夢の中くらいには会いに来てほしいな。強く輝く夏の大作関係は彼女の決意を祝福しているようだった。終わり。ということでね、終わっていきました。まあ、このゲームね、まあ、エンディングが2種類しかないと書いてあったので、まあ、なんかヤンキーに回されて終わるやつと、先のエンドで、まあ、2個だと思います。なんか個人的にはね、なんかすごい、なんか最後でもスッキリしたわ。なんか、女の子がまだ若いっていうので、まあ、これからの人生、まだまだいろんな出会いがあって、これからね、この高一との出会いというか、高一に対する恋心っていうのを、まあ、得て、さらに成長していくんじゃないかなっていうふうに覚えた。まあ、死んじゃったのは悲しいけど、なんか、どこか前向きなテーマも感じました。うん、今回の作品は。いや、いいゲームだった。ということで、夢見月に咲くでした。また。